おっしゃミサイルじゃんもうそれ。おっしゃやばい、野村が上手くなってる。ユージを見たような気がするけど、反対方向に。反対方向に、うん、ちょっとごめんなさい。これ俺車買いたい、うん、いいよ、うん、もうレーシングカーで行こうよ。もうどれがレーシングカー、あ、こっちか。じゃあ俺このメルセデス行くわ。うん、オッケー。そうだな、どこにする。レイクマジョーレ。レイクマジョーレ綺麗そうじゃない。うん、じゃあここで行くか。オッケー、マジョーレ行こう。うん、どれにする。やっぱ夕焼け見えてたいよね。夕焼け、オッケー、やろう。よし、勝つよ。何秒欲しい。え、ハンドなんていらねえよ。本当に。じゃあ行くよ。いいよ、イエーイ。いやもうね、このレーシングカーを手にした俺は最強だから。あ、やば、やっぱスポーツソフトだと曲がんねえな。今だ、今だ俺。Hey yo, hey yo, 今だ、 hey yo, hey yo. 今だ。あ、音楽めっちゃいい。あ、すごいね、ドライブ気分になるね。うん、楽しいな。行っていいの？俺は行っていいの？え、そんなスピード出して大丈夫なの？大丈夫、これぐらいだったら事故るよ。ここ、コースあんま覚えてねえな。おお。よし、ぶつかったことによって、ちょっとちょっとちょっと、もうブラックフラッグ、ブラックフラッグ。あ、違う、レッドフラッグ、レッドフラッグ。よいしょ。お、インリフトしてるよ。いい感じ。よし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 、オーケー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 。あぶね。ごめん。危なかった。直前でブレーキしてんの？あの、なんかさ、うん、あの、例えば直線が長いコーナー入るときにさ、うんうん、左か右にさ、あと何メートルって縦札みたいなの立ってない？はんはん、だいたいレーシングカーだったら50メートル看板ぐらいで踏めばいい。あ、そうなんだ、うん、勉強になる。なんでこんなアンダーなんだろうな、この車。そう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 、いや、曲がれるようになってきた。曲がれてきた、なってきた。おもろおもろ。あ、あいつ次左だよ。オッケー、いっけー。夕日で見えない。夕日でブレーキングポイントが見えない。キャッ、オッケー、よし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 、オッケー。あら、信長上手くなってきてんじゃないの？なってる。嬉しい。ブレーキくるよ今ね。とにかく俺でもね、アクセルが、おっしゃー。ミサイルじゃんもうそれ。あ、待ってくれてる、ありがとう。だっ、ありがとう。危ないわ、本当に危ないわ。感謝の追突。うん、うん、ああ、そうだった、ああそうだった、やったー。しまったしまった。初めて出し抜けたぜ。よしよし、前に消えた。おし、いけ、やばい、野村が上手くなってる。ここに来て、マジか。野村がもうコースを覚えてきたんじゃないの？下見てるね、かなり。あ、下見てる、うん、よし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 、オッケー。やばい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 、危
ない危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 ない、やばいぞ抜けないぞこれラスト一周に来て開眼してしもうたが俺は、やばい、あーやっちゃった、油断した、気を抜くと寸法だ、おおオッケーオッケー、クリップは奥、あーこれだったら絶対ペナルティだしな、あ、やばい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 、よしよしよし、いや超楽しい、あーここダメか、おーこれはもう行ったでしょう、これはもう行ったでしょう、その油断がよっしゃーくそーくそー柴崎松岡の声優ブレイク、慣れてくると面白いね、面白いわやっぱハンコンでやると、アメミヤのやつ買っていい、いいや、あ買えるじゃん、うん、そうさっき値段見ててね、あこれならいけんだろうって思って、買い替え200万しか、どうした、分かった分かった、もう信長ちょっと任せて、なになに、俺分かったわ、そうだ裏技があった、いや裏技じゃない、俺これガレージで、うん、ほらセッティングできんじゃん、ほら思い出した長いことやってなかったから、京都ドライビングパークみやび、京都にあるんだ、よし真の決着をつけよう、よっしゃ行こう、よしいいねいいねいいね、いっけ、お早っ、おおお上昇がやばいな、おう、ドリフト自由自在やっぱカスタマイズした甲斐あった、カスタマイズした甲斐があった、あったあった、めっちゃドリフトしやすい、うん、滑るけど前に進む、よし、おー、いいねいいね、おい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 、危ない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 わ、決着をつけぞ、オッケーオッケーオッケー、あーちょっとスピードオーバースピードだった、やばいやばいやばい、まだ慣れてないなこのコースに、俺たちそうね、まあ1周目はね様子見みたいなもんですよ、うんそう2周目からだね、本番は、あそろそろ1周じゃないこれ、えそんな長いここだよ、まだラップ1だもん、そんな投げ箱、まあ待ってやるよ、真の決着をつけるぞ、ああいたデルル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 うんよっしゃいくぞ、あーこれでいくぞ、にゃーくん、あ、よしと苦戦してる、あぶね、あぶね、動きされた、抜き去ろうと思ったのに、華麗に、青いお尻が見えてるぜ、すぐ、え、あ、早すぎるのか、うん難しいな、あ、くそ、抜き返された、よし、お、ストレートだ、最終ラップだね、すぐ、ああ、最終ラップか、ハットベッそこどいてよ、抜かせないぜ、今ケツまでつながると思ったんだけどな抜かせないぜ、最速ならなうまく流れてくんだけど、お、見えてきた見えてきた、いやまた待っててくれたんでしょ、全然抜かせねえぜ抜かせねえぜ、すぐ
感じにコーナリングできたね。よっしゃしゃ抜かせねえ抜かせねえあーあーくそっしゃおな島崎松岡の声優ブレイクということ で, ということでグランツーリスモをやってきました。楽しかった楽しかった。これは ね, これめっちゃ面白いね、面白いね。やっぱりちゃんとやるの初めてだから、うん、そうこんなになんかいろいろ凝ってて面白いんだなって、うん、本当にリアルだね、うん、しかもこれあのオープンロビーがあってさ、うんうんうん、世界中の人とできるの、ね、あ、そうなんだ。からそういったドライブ部屋とかあ いろんな楽しみ方ができる板車自慢の部屋とかあの半端なくクオリティ高いから僕たち出させてもらってる作品の板車絶対あるよね、うん、あ俺そういうのね何枚も保存してたこれあれかなタグで SAO ってやったら出てくるかな。出てくるんじゃない。全く動画に使えるか分かんないとか言ってくるね今おおみんなおるやん。あみんないるわ。オミットされてないユージをいやでもユージをいたような気がするけど反対方向に反対方向にいる認めてくれてる。うん、ちょっとごめんなさいちょっとすみませんでした、ということで動画に全く使えないところを撮ったところで、皆さんも、はい、グランツーリスモを楽しんでくださいよかったら楽しんでください。おもろかった。これ多分またやります、きっと、うん、はい、はい、ということでまたね、はい、また島崎松岡の声優プレイチャンネル登録グッドボタンコメントよろしくお願いいたします。